はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。超久々にサクスペをやっていきます。ちょっと見たところ2年ぶりですね。2年ぶりにサクスペを、まあ、またやろうかなと思いまして、でただアカウントがちょっと新しいアカウントになってるんで、キャラが全然持ってか初めからになってます。でデッキはとりあえずね、チケットが何枚かもらえたので、チケットで引けるやつだけ引いてきました。でそれでこういう感じですね。とりあえず SR を揃えてきたところになります。ゲドーク全然足んないんで、ワールド守るくんだけレベル40になってます。で今回エジプト高校でやっていくんで、まあ、一応ラミーちゃんをお借りしてます。最初ねこのハートのオートとか何なんだって思いましたけど、これ勝手にデートが進んでいくんですよね。めちゃくちゃ便利っていうところです。であと復帰してみて感じたことが、やっぱすんげえインフレしてんなっていうところになります。なんか数人作ったんですけれども、もうわずかね、2人目とか3人目とかで、まあ、SS クラスのキャラを作れるんで、まあ、今のね、経験者の人たちからするともう SS なんてうんこキャラだと思うんですけれども、まあ、自分からすればもうこんなに経験点取れるんだっていう印象になってます。まあそんな感じで、まあ、復帰後のパワープロちょっとやっていきましょう。でエジプト高校なんで、いや、まあ、全然詰めているわけじゃないんですけど、とりあえずこのなんていうの、工具みたいなのは回収していって、であとはタックを狙っていくっていう感じで進んでいけばいいんじゃないかなと思います。だってこれだけでも200点出るんやからね、普通に。だキャラ揃ってる人とかって今総経験点どれくらい出せるんだろう。3万とかいけそうっすよね。ラミーちゃんはちょっと上げておきたいんで、メンタルも結構美味しそうだけど、とりあえず彼女キャラが彼女になれる評価までは上げていこうか。なんか六本木とかね、普通に別バージョンとか出てるみたいで、これもね経験ってすごいよね。やったら死んじゃいそうだけど、やってみる。ちょっと無理する。時にはそういうことも必要だ。さすがに次はもう寝ないとね。一応精神は見る。何もない。肩見てみる。いやー、いい経験点だ。ちょっと無理だけど、ララの導き放っておこう。かくらんだ。ララちゃんもさ、レベル上げればね、呼吸アップとか手に入るから、よし。彼女評価ってどこまで上げればいいんだっけ。星4つとかだっけ。もうそれすら覚えてないわ。この辺もまあ適当でいいや。あ、メンタル来てる。いいね。ちょっとメンタルは美味しいんでやっておきたいです。でこれさ、マジで経験点気をつかないと数が溢れるからね。めちゃくちゃ入るから。あくまでもまだパワーチャレがね、チャレ1号とかだから、まあ、そこから入れ替えていかなきゃいけないっていうね。技術が全然足んないな。ちょっと精神をさばきましょう。で満タンにはなってるっちゃ満タンにはなってるのか。ラミーちゃんあげたい。2つ秘宝があるし、心にスマイル。ララちゃんのおかげ。ちょっとララちゃんをレベル上げようかな。多分もう一人くらいは35にはできるはずなんで、ゲー超いいんだけど。ちょっと魔術使おう、呼び起こす力。トルチアタック 1.2倍、めちゃくちゃでかいよね。いや普通に経験ってすんげー入るからね。でここはカレン2で回復するでしょ。ここら辺のキャラは慣れてるからね。え、ラミーちゃんちょっとまだ上げなきゃダメ。秘宝持ちが2人とかいたらそっちをやってもよかったんだけど、とりあえずレベル上げと秘宝返し。
、どうしようかな。自分も行きたいです。一応パワヒのコツを掴んでおこう。あ、ここはいいね。めちゃくちゃ美味しいですね。てかラミちゃんまだ4まで上げなきゃダメなんだっけ。やべ、すげえ自信なくなってきた。けどまあ4まで上がってるからいいでしょう。ということで魔力は余ってるんで呼び起こす力はどんどん使っていこう。で、何も考えてね、ないからね、とりあえず、まあ、やる気なんてもういいよ、下がっても。で、これでアンダー製造。そういや二次得とかあったよね。これ技術が溢れそうになんな。ちょっとっていうかパワーも溢れそうだな。ミートをもう上げきっちゃう。これで S にしとくか。ちょっと待って、一回ミート A にしておいてパワーを作ろう。 B くらいまでいけるかな。で、B 賞もあるし、ちょっと E くらいには合わせておく。常に気をつけないとね、マジで偏るからね。で、メンタルやるでしょ。だからコツ入れとかね、1しかくんないんですよ、レベル上げてないから。2つうわ、やる気がなさすぎる。で、経験点の泉はまだ1138で、ここら辺でうまく使っていければいいんだけど、まあいいや。これ貯めておいた方がいいよね、多分。なんかそこら辺がよくわかんないんだよね。ラミーちゃんの秘宝美味しいからな、ちょっと回収しておきたい。ついでにやる気も一応上げてくれ。で、構わないにして体力回復でしょ。弟子入り志願お願いします。で、積極守備で、筋力、一応守備も見よう。こっちだな。あー、でも魔力まだ全開じゃないのか。一応全開になるまでは無駄遣いはしないでおこう。なんだろう、吸収される経験点 1.1 倍か。 1.1 倍ってどれくらいなの。いや 10% なんだけど、吸収量がよくわかんないんだよね。吸収6とかだからどういう感じなんだろうな。お、ここいいじゃん。ちょっと皆さんお願いします。秘宝、何秘宝って言うんだっけ。これ気分転換どういう、体力を回復したい。一応すぐ見れるようにはネットの方開いてあるんで、気分転換ね、これか。体力回復はあるね、真ん中。やる気も上がって、やる気が下がる。で、これはちょっと精神が溢れるから、チャンスとかも自家取りしちゃっていいかな。で、敏捷が今のところ足りてないのかな。アンダー製造機とか取っちゃってよくね。で、一応満タンにはなってるのか。満タンにはなってるんで、呼び起こす力は2だし、取っちゃうか。で、ラミーちゃんいいね、構わない。告白が来ないな。まあそれはしょうがないか。吸収534とかすげえんだけど、これはなってた。ちょっとなんかのアイテムなんだな、きっと。アイテムの効果ってあったよね。ちょっとせっかくだから見てみる。秘宝の説明、これか。ファラオのマスクとかが吸収放出の効果がとても大きいになってるな。なんだ、どれだ。発掘条件とかあるけど、固めのマスク、彼女、最も多く手に入る経験点、効果。よくわかんないわすいません、わかんないです。わかんないけど吸収しておくか。じゃあまた精神が溢れんな。これどうやってやるの。あと拡張能力とかね、なんか格とかあるんだけど全然わかんない。
あ、まあ、角は多分格じゃねえか。集客力はパワーチャレボーナスが上がるって書いてあるんだけど、選手の格が分かんないんだよな。どういう効果があるのか。で、ちょっと精神系を直撮りしよう。明鏡止水と、コブはさすがに違うでしょ。上り上司とか、あと何があったっけ。守備職人軽いからな、取っておこう。逆境、まあ、このくらいでとりあえず置いておきましょう。で、どっちだっけ。あ、こっちだ。で、壺は多分そんなにっていう感じなんだよね。月に向かって打て。これは受ける。これなんだ、どっちだっけ。飲まない。てか告白の方ではなかったか。悲しい。持たせるだけ持たせておく。で、ここにスマイル。これで終わりか。威圧感、威圧感。しかも確定みたいだからね、すごいよね。これもすげえな。筋力が吸収されちゃうけど、これ吸収されちゃう理由がよくわからんな。サンピラーはまだいく。2500くらいになったらちょっと使い始めてみよう。2600になったわ。で、初の野球どこ。ならないとそもそも自動イベント進んでいかないからね。どうする。2600あるし、ちょっと使っていきますか。サンピラーで、そこから今回マジで精神だな。格上げるか。格、格ってさ、これなんか総合評価上がんの。上がるわ。一応上がるんだ。完全にこれ経験点あふれるからさ、経験点砂漠用だよね。パワヒー、いいや、直撮りしちゃおう。あ、直撮りってわけでもないけど、1あるから。粘りの技術精神、あれいくつぐらい回収できたんだっけ。守備で、いや、技術500も回収できるの、異常だな。左利きは取っちゃおうかな。はい。で、怪我しにくさ。もうね、なんか何を取ってっていいんだかよくわかんないんだよね、正直。意外性。あ、初級もいいじゃん。これどうですか。守備。放出量300ってことは、経験点の泉から300使ってるってことか。で、光の加護。放出して獲得する経験点を 10% 増しか。100だったら110になるってことだよね。で、これ下にして体力回復させて半分こ。半分こはどちら。止める。で、何にもない。ラミーちゃん、なんか変なエジプトマーク持ってんな。これなんだっけ。まあいいや、とりあえず持たせよう。嫌な予感。基本的にずっと練習はしてたいから、なんか手に入れた。接戦。筋力999とか、これはちょっと異常すぎだろう。異常者だよね。ちょっとさすがにだよな。ここは六本木くんも回収させますか。まあ、魔力は結構余裕があるからね。監督評価全然上がってないけどな。降格打法少し1しかない。で、遊びに誘う。どうですか。ダメっぽかったな。で、守備で
サンピラーをまた使っていくか。3か。ちょっと魔力がそこまで余ってるわけではないんだけど、いやー技術やべえなこれ。ってことは守備力を上げていこう。エースまでやっちゃうか。で技術精神を使うやつ、筋力敏捷はあんまり使わないんで技術精神をムードもある。いぶし銀とかいいじゃん。これってどうだ、600も入んの。ちょっと待って、あと何がある。カリスマって何ってやったことあるし、あちょっと待って、対ストレートショート丸は一応つけとこう。これでどうでしょうか。一旦、あやべ溢れてんな。ただ筋力をもう少し欲しいのか。喧嘩でちょっと彼女イベントが来ないんですけど、走塁欲しいってか、なんかアイテム持ってきたっけ。あこれ使おう。で、あちょうど欲しい、ちょうど欲しいけど技術も多少前とかないといけないから、どうだ、ここはちょっと踏んどきたいよねやっぱり。今経験点の今900か。ちょっとまたために入りますか。あでバレンタインか、告白イベントが来たかと思ったら違う、出た。ちょっと待ってね、完全に溢れてる。一回精神さばこう。でパワーも一回 S まで持っていって、でこれも持っていけるだけ持ってこう。一旦 S まで持ってって、で肩よし。結局またいろいろ足りてないな。走塁いきます。精神が少し足りなくなってきた。修復が早くなるのか。で、あ、マミークリエイト結構いいんだよね。あ、全エリア。おいらない。満タンだし、ちょっとマミークリエイトしよう。マミーか。で、また魔力を貯めなきゃいけないんで、ラミーちゃんがいいの持ってんな。回収します。プラネタリウム、てか彼女にならないんですけど。どういうこと。吸収量が2400、やべえ異常なんだけど異常者なんだけど。あと精神だな、欲しいのは。精神くれ俺に。メンタルなんか守るくんいいの持ってんな。ここは80か。80もでもいいよね。ちょっと1回メンタルやってこの2つを回収させるか。うーんそうだな、さばいとかないと、なんかイベントで経験点が手に入った時に溢れちゃうから。でこれってアイコンタクトが精神系なはずだから、精神が全然足りてないな多分。で2と123、せっかくだから4まで上げとくか。で精神を使わない方上げて、敏捷が異常に余ってんのか。なんか後でどのコツが入るとか全然分かんねえかな。魔術師ってとこ敏捷だよね。じゃあ敏捷これじゃん。速攻打開もいいね。あトリックスターいいけど技術が足りん。一層だとこ、あ総力ブーストとか守備移動もいいじゃん。
よしよしよし。やっぱ精神だな、今足りないのが。これはこれどうする？もうさ、なんか吐き出す？いっぱいあるし、2700あれば吐き出したっていいんじゃないかと思います。これで、あ、いいねいいね。技術と、まあまあまあ精神も入るし、すげえ、これだけで190190190あるからね。なんかもうタックってあんま関係ない気がしてきた。あ、告白来たよ。契約しましょう。遅い契約が。あ、なんもない。コツが来てる時ってあれになんないんだよね。ラミちゃん、君が欲しい。あ、体力下がるんだっけ、登場のやつで。メンタル肩は、いや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 、放出力500とか、いやこれいいよな。いいけど精神欲しいんだよな。いや待って、でも放出はいっぱいできるから、経験点に目がくらもう。基礎能力は S まで上げきっちゃって、で集客力上げてこう。ちょっとよくわかんないけど、どれだけアップするか。あ、やばい、 16% だった。しかしこれデートしましょうか。一応精神だけ見て、体力回復した。まあ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 、デートをしておかないと筋トレが回収できなくなるからね。よし、 OK。 助言、助言とは、うーん、これも回復しよう、ちょっとでも。で、あ、メンタルが来てるな。まあまあまあ悪くはないか。精神ため、ライジングキャノンも OK で、アーティストのコツが入ったから400あるんで大丈夫しよう。じゃあまた、あれだな、あれ、マミークリエイトがもうない。あ、もう一回マミークリエイト発動しとこう。4も使うんだ。で、壺2つあんの。で、寝てる。いいねいいね。で、メンタル。こういう時にメンタルめちゃくちゃくんな。サンピラいける？あ、サンピラ使えねえ。ちょっとマミークリエイトをしてしまったからか。まあこれでも魔力がだいぶ溜まるんで。そうするとまた放出の時期だ。いくつ？精神220とか。てかこれ174ってさ、溢れたよね多分。お、来た来た、自動デート。マジでこれいい。体力マックスだけど。いや待って、技術溢れたわ。で、今度は筋力を使わないやつを、あ、早急は欲しいで、回収していくか。あ、悩んだ。お、流し打ちもやって、バントも1取って、今日のマグロ取って、高級筆画はちょっと後にしよう。高速チャージ、プレッシャーラン、追い打ち、帳尻、あ、逆襲は取っとこう。で、連打、ささやきも破ってると、まあいいや。で、あー、2人か、2つ。代打やばい、監督評価が足りん。負けるぞこれ。はあ、ちょっと待って、こんな時に嫉妬されても。 OK、 撃っとけばとりあえず監督評価上がるし。ちょっと
まだね変化球に対応できないんだよね久々で。ストレートは全然なんとかなるけど、ここにて監督許可があるのか。さすがに20上がればもう大丈夫でしょう。で守備吸収になってるねってことは放出させてもいい気がするんだよな。ちょっとこの2人持たせよう。ちょっと目の前の経験点じゃなくてまず持たせて、持たせた上で持たせた上でサンピラーを使って600ってかまた技術がいかれてんな。あここ確かに放出量は高いけど今筋力欲しいんだよな。で黄金の輝きやってみる。放出量 1.5 倍これで589。ちょっと欲しいっす今筋力欲しいっす。ここら辺で自動デートとか進んでくれるとめちゃくちゃいいんだけど、そんなにご都合は良くない。800とか、まあ、技術も欲しいっちゃ欲しいからな。ちょっと一回ここやってみた。であと精神か。また必要なのは次練習できるかな。回復しないと多分できないよね。回復したちょっとだけだけど。で今1700か。いやいやいや筋力そんないるか。もうマジでわかんねえ。放出量300750。6週っていうか6月か。なんかやること多すぎてもうわけわかんねえんだけど。今度は精神を使わないやつ。一応4番もある人も。精神を使わないやつって集客力だよね。ちょっと集客しまくろう。どうだ。これで。で、どれだっけ。これか。834。完全にあふれんな、これ。いやあんま意味ないけど100近くまで上げとこう。ほらいけ。こうダッパーは自動デート。オッケーオッケー。すっげえいいとこできた。これで3回目。あとは7月で様子を見ますか。で今度守備だな。で957あるのか。で魔力はまあそこそこ。光の更新、光の更新良くないか。体力回復できるらしいらしいとかもう見てそのまんまなんだけどさ。で今度技術以外か。固めホーム突入とかどうなの。基地を取っとこう。あ、応急室はもう取るか。さらにさらに、あ、打球伸びとか技術だね。あ、アイコンタクトもう取っちゃおう。で接戦トリックスターか。技術がちょっと足りねえな。一発逆転からもうだからこれで、あんまり技術手に入んねえな。まあ、手に入んないけどいいや。やるだけやるか。よっとめちゃくちゃ体力回復したし自動デートが進んだしそんなの関係ないし。ストレートキラー1200でもう6月の3週ってことはサンピラーそろそろ7月に入ったらサンピラー放出するか。で俺が欲しいのはだから技術よ。ってことはみんなに持たせておこう。持てで自動デート超いいわこれめちゃくちゃ役立つ。で、あ、肩って結構入るんじゃね。よしよしよし。これで魔力も貯めて、魔力も貯めつつ敏捷と精神か。今度はめちゃくちゃ翻弄されんな。って確か最後になんとかちゃんララちゃんがくれた気がするから。エピローグでサイン察知
ちょっとトリックスターだ、じゃあ。で、本命星火も取ろう。ラッキーボーイが結構使うね。対エースも、あー、でも技術が足りてないのか、やっぱり。代打。よし、これでちょっと、まあ、最悪海岸でね、経験点使えばいいんだけど。回収。よし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 。で、あ、肩また来てんな。これサンピラー使うか。はい。え、魔力どんくらい？一応黄金の輝きもいけんのか。敏捷が異常なんだな。まあでももう締めに入るからね。これ甲子園行っちゃうともう使えないんで、黄金の輝きも使おう。この最後は締めだ。敏捷が今度溢れっから、拡張能力って敏捷拡1だけ拡上げとこう。これ637、全然ダメだ。やっぱり上限突破がないと経験点がさばききれない。まあいいよ、一旦 OK。 経験点の泉に余らせておくのはさすがにもったいないんだよね。試合はもう本当にサクサクサクっといきましょう。はい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 、というわけで OK です。さあ、そして走塁は完全に溢れとるわ。精神が欲しいのよ、精神が。ということはこれ1回やってもう1回練習できるよね。敏捷どうしよう、これ精神を使わないやつ、集客力か。はい、これ集客力ってどこまで上がるの。あ、盗塁点いっとこう、走塁もやっとこう、送球ももらっとこう。だってラインドライブって、あ、そうだよね、パワーヒッターがなくなっちゃうもんね。で、敏捷はない。あ、ちょっとサブポジつけてみる、どうせだから。セカンドできるでしょ。よし、なんとなく。で、どれだ。あ、わざわざ別に走塁練習しなくていいんだ。これで一回回復させて技術を回収しよう。で、また練習できるからね、これで。何にもねえし。ラミーちゃんのこれがあるのか。東条壺、じゃこれで、またサクッとやっちゃいます。なにー、やばい。よし、シルバレじゃなければね、こんなもんよ。危ない危ない。次が何も来ねえ、悲しい。なんかいいのある、ピラミッド。じゃあこれ使っておくか。あ、サンピラーが発動してないのか、そもそも。とはいえ、ここででも精神がいけんな。最後200放出しておこう。15回復初タック回で、こっから先はもうちょっと普通に行こう。レベルが1だから全然経験点が手に入んない。タックごときで来ました、来たー、行ったー、打ちました、痛烈、これはいい当たりだ。なんか久々にやっても結構腕って落ちないもんだな。全然なんとかなるわ。シュッしょぼ。ちょっとその前に経験点やっぱりさばいとかないと。もうこればっかだよね、取れるもんだけど。取ってこう。はい、チャンスメーカー。スラとかいるの、そもそもっていう。
さよなら。ハイボルヒッター取ってあるからターイエース。レーザービームはさすがにいらないでしょう。インコースかアウトコースかって言ったらインコース。ささやきの破りか、結構重いな。技術使っちゃうからな。セブン競争心。あとはセカンド、あ、そっか、俺セカンドになったからセカンド丸も取んなきゃ。あ、ストレートキラーは最後取っとくって言ってたな。カット打ち、決勝だ。もう敏捷完全にいらないね。拡張はすぐ拡張に走る。まあいいや、とりあえず500あればもう溢れることはないでしょう。というわけで練習練習、六本木も初めて。OK OK、 問題ない。さあ最後の練習、いかに守るくん。あれ、これってさ、コンピューターに任せるとさ、確実に勝利する。あ、使用すると以降のコムお任せ選択時にアイテムが消費されることがあります。これ以降のってことはもう先に使っておいた方がいいんだ。さすがにそれじゃもったいないわ。普通に行くか。大丈夫だ、打てる。打ちました。何、打った。当たり速織田信長恐るべし。0対0で迎える6回です。今日はアンダを放っています坂部。やばい、ちょっと変化球に意識が行き過ぎてる。最後エジプトリードで迎える。せめて藤野、お前から打つ。ちょっと待って、シュートは今日はここまで3打数1安打。最後だけはいい姿で終わりたい。これだ。あー、ちょっとずれたな。下に変化球中心だな。ストレートからストレート低め。次は5球目投げた。これだ。打ちました。パワーで無理やり持ってった。エジプト、まあ今1本打てればいいでしょう。さあそして最後にラミーちゃんから経験点もらって祝福もらいます。これ対ストレート丸くれんだよね。これで終わって長いで経験点が2万6000とか、ほんとすごいよねこのデッキで。ちょっと能力アップ、最後の締めにかかろう。筋力がギリギリだったな。二次得とかそういうのがないからちょっと余らしちゃってるんだけど、敏捷これめちゃくちゃ余るわ。あとは祝福も取るでしょ、窮地も取るでしょ、打球の身も取っとくか。ダメだ、敏捷がマジさばけない。技術精神がちょっと足りてないのか。上の方はもう取り尽くした、取り尽くした感があるな。連発、拡張能力、核取ったら終わるね。核取ったら終わるから弾道4にしとく。ちょっと待って、1は最後キャメルとも。これ90と100ってなんか違いあんのかな。一応100にしとくか。経験点をさばくため、ただそれだけで、あと取れるやつ1個取ろう。何も取れなそう。ドールアシスト、やばい、敏捷めちゃくちゃ余ったな。という感じか。拡張能力ももう無理だよね。なんか最後もったいないことしたな。総力じゃ、総力はいいのか。これちょっと下げる。これ下げて1個取れんでしょ。あ、取れんじゃん。でもないから、園田ってなんかある。積極走塁いいじゃん。積極的に走ってくれ。もう投手能力クイック、
無駄に取る。PG3 とかさ、俺多分前回のその普通にサクスペやってた時 PG3 とか作ったことなかった気がするんだけど、 PG の2とかなんかそこら辺で止まった気がするんだよね。という感じで、じゃあ PG3 大体ね評価にしてるから PG3 の遊撃手、遊撃手セカンドもできるんだよな。2よし、これでいきましょう。はい、 OK です。あ、そっか、海岸があったのか。海岸に便所を突っ込めばよかったね。ちょっとそこまで気が回らなかったわ。まあ全然いいでしょう。はい、というところで、サクスペ復帰してですね、まあ本当に多分1日2日とかで PG レベルまで持っていけるくらいになんかインフレしてるんで、まあね、これからはちょっとエンジョイ勢でちょこちょこだけやっていきたいと思います。やっぱでもサクスペでね、パワープロめっちゃ面白いんで、まあ時間があるときはなるべくやっていきたいと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。能力はこんな感じです。もうインフレを感じた、回となりました。お疲れ様でした。